はい、飛べないアゲハサイドちょっとチャレンジしたいと思います。よいしょ。はい、どうかな。やっぱりなんかちょっと羽がおかしいかな。さっきちょっとネットで見た。はい、バッタ、ああ、ちょ、羽の。飛んだ。だけど飛べない。お前ちょっと飼ってやるからよ。ちょっと、羽貸して。そう。はい、そう。こうやって掴むといいらしいんですよ。ちょっと一回。ちょっとうちの汚い玄関。巣みたいにするとなんかいいらしいんで、あの虫かごだとちょっと、ね、狭いんでね。これも狭いっちゃ狭いんだよね。これがなんとかなんだよ。どうしよう。あとはちょっと安全ピン、クリップか安全ピンとかでまとめようか。なんか蜜やりっていうか、なんかポカリスエットとか、あ、ポカリって言っちゃダメなのか、なんかスポーツドリンクを染み込ませて飲ますといいっていうんでね。ちょっとこいつ飛べないですね。やっぱり羽がおかしいもん。なんかまあちょっと後でスポーツドリンクでも買ってきて、餌のやり方みたいなのの動画もあったんで、ちょっとそれやってみようかなと思ってるんですけど、かわいそうに。こんなとこに捕獲される方もかわいそうだけど、死んじまうもんな。水飲めなかったな。前のやつどうしたんだろう、死んじゃったのかな、あれ。まあ、ちょっと考えるから待って。